皆さんこんにちは。今日は川崎と京急川崎の方を歩いてみたいと思います。食べるところを探しています。できれば飲めるところがいいです。どっかないかな。一周回って帰ってきました。
に入ろうと思います。メールが来ました。キンキンです。特製牛煮込みが来ました。いろいろ入ってます。パンのレモン焼きが来ました。美味しそう。からくり人形、主に江戸時代の頃に栄えていたものなんですが、こちら2つともの複製品ですので、ゼンマイは金属製が使われています。江戸時代の頃は主にクジラのヒゲが使われております。でここでゼンマイをこのように巻いていきます。この人形、ゼンマイを巻いただけでは動かないんですが、お茶碗を茶卓に乗せるとスイッチが入ります。足元もご覧ください。ゆっくりと振りやすくなっております。本当だ、はい、そしてお茶碗を取ると人形の動きが止まります。そしてお茶碗を乗せるとこのように、はい、U ターンをして、またまっすぐ進み直します。ポイントとなるパーツが2箇所ございます。1つ目がこちらの三角のパーツです。もう1つが一番大事なこの部分で、カムと言います、うん、こちらだと小さいので見づらいかと思います。人形の両足はここにあるとご想像ください、うん、青いところがカムです。人形がまっすぐ歩くとき、カムは後ろに向かって回っていきます。ぐるっと回って下にあるパーツに当たります。カムが回っていこうとすると、このパーツを押すので、三角のパーツと下の車輪が一緒に曲がります。このタイミングでぐるーっと U ターンをしまして、うん、下のパーツが弾かれると車輪はどうなっているでしょうか。まっすぐになります。また直進を始めます。ということは、カムがここからぐるーっとこの下のパーツの後ろに来るまでの間、直進をするということなので、この距離実は調節することができます。この辺りで、はい、ちょうどよく曲がるはずです。おいきます。
他にも体験型アトラクションも多くあり、子供はもちろん大人も楽しめます。おすすめです。最後までご視聴いただきありがとうございました。歩く鍼灸師 D でした。高評価、チャンネル登録、励みになります。よろしくお願いします。